LG エレクトロニクス LG Optimus L-HD ドコモネクストシリーズオプティマス LTE L-HD は、韓国の LG エレクトロニクスによって開発された NTT ドコモの第3.9世代移動通信システムと第3世代移動通信システムのデュアルモード端末である。OS は Android 2.3。ドコモネクストシリーズの一つ。2011年1月に。 韓国で発売された LG モバイルオプティマス。LTE の日本向けモデルで L-07C の事実上の後継機種となる。製品名の通り、オプティマスシリーズでは初となる LTE に対応したモデルであり、日本版でもクシー対応となっている。韓国版には SK テレコム向けの SU640 と LGU プラス向けの L6200 の2種類があり。 スペックは同じだがデザインがやや異なる。日本向けの L-HD はル6 2 0 0をベースとしており、背面のリアカバー以外はル6 2 0 0とほぼ同一のデザインである。一方、日本版とほぼ同時期に発売された AT&T モビリティ向けの北米版 LG ニトロ HD は SU640 をベースとしたデザインとなっている。 2012年1月に発売されたベライゾンワイヤレス向けの北米版 LG スペクトラムは L-0HD と同じく L6200 ベースとなっている。True HD IPS ディスプレイと名付けられた IPS 液晶パネルを搭載しており、従来の液晶パネルと比較して高コントラストな表示が可能で解像度も 329P と高密度になっている。また、 ホームボタンは金属調の仕上げで左右にメニュー、バックボタンを配置しており、ホームボタンを含めてタッチ式になっている。なお、日本向けの L-HD は日本市場向けにカスタマイズが加えられており、機能面ではグローバルモデルにもかかわらずお財布形態とワンセグに対応しているが、防水性能と赤外線通信には非対応である。この他に、 日本版独自の機能として、親指だけでブラウザのズームインアウトができる Web ブ,ブラウジング UI を搭載している。また、デザイン面でも日本では赤と黒の2色のカラーバリエーションを展開しており、プロモーション上は赤の方をメインカラーとしている。2012年10月15日に Android 4.0へのアップデートが開始された。アップデートはパソコン経由でのみ可能である。 アップデートに伴う変更点、機能の追加は以下通り、また以下の不具合も解消される。ブラウザは Google Chrome Lite ベースのものが搭載され、Android OS 2.3の特徴でもあるフラッシュプレイヤー10.3がアドオンされている。また JavaScript もサポートされている。これによりパソコンのブラウザとほぼ同等のフラッシュサイト、動画サイトが利用することが可能となり、 ブラウザで YouTube をはじめとした各種動画サイトが利用できるタフラッシュゲームなども動作する。Android OS 標準のプレイストアが利用可能となっており30万を超えるアプリケーションが利用可能である。また、LG 製品専用のアプリケーションストア、LG スマートワールドや NTT ドコモが提供するアプリケーションサイト、D マーケットから様々なアプリケーションのダウンロードが 可能となっている。韓国で開かれた製品発売イベント。中央は女優の民表林。ありがとうございます。